和田義明は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員。岐阜は衆議院議長を務めた町村信隆。1971年10月10日、大阪府に生まれる。兵庫県神戸市の小中学校に通った後、旭化成に勤務する父の海外勤務に伴い、パリに移る。パリインターナショナルスクールを卒業。1995年、 早稲田大学小学部卒業後、三菱商事入社。主に自動車事業本部に在籍、1年間ペリューに5年間インドに駐在、その他も合わせて計20数カ国で仕事をした。特にインドでは現地企業に唯一の日本人として出向し、企業再生やインド国内の自動車、販売店ネットワーク構築に汗を流した。ザウの名の徹底した 現場主義はこの時の経験に基づく。2010年、町村信隆衆議院議員の次女と結婚。2014年、三菱商事を退職し、岐阜、町村の札幌事務所に入所した。2016年4月24日、町村の死去に伴い執行された北海道国補欠選挙に自民党公認で出馬。民進党や日本共産党などが推薦する無所属の池田を下し、 初当選を果たす。保選勝利後、4月27日に当選が告示され、正式に衆議院議員に就任した。翌28日に衆議院に初めて登院した。また、同日付で自民党最大派閥、岐阜、町村が率いた、政和政策研究会に入会した。2017年10月に実施された第48回衆議院議員総選挙では、 立憲民主党から出馬した池田を破り、再選。2020年9月18日、菅義偉内閣で内閣府大臣政務官に就任。ありがとうございます。